ジョサイア・アウィラード・ギブズジョサイア・アウィラード・ギブズは、アメリカ・コネチカット州、ニューヘイブン出身の数学者、物理学者、物理科学者で、エール大学教授。熱力学分野で、熱力学ポテンシャル、化学ポテンシャル概念を導入し、愛平衡理論の確立、愛立の発見など、今日の科学熱力学の基礎を築いた。統計力学の確立にも大きく貢献した。 ギブズ自由エネルギーやギブズデュエムの式、ギブズヘルム・ホルツの式等にその名を残している。ベクトル解析の創始者の一人として数学にも寄与している。ギブズの科学者としての経歴は4つの時期に分けられる。1879年までギブズは熱力学理論を研究した。1880年から1884年まではベクトル解析分野の研究を行った。 1882年から1889年までは工学と光理論の研究をした。1889年以降は統計力学の教科書作成に関わった。なお、彼の功績を称えて、小惑星ギブズが彼の名を取り命名されている。ギブズはアメリカが衆国コネチカット州ニューヘブンで生まれ、同地で死亡した。同名の彼の父はニューヘブンにあった。 イエール大学の進学専門大学院で宗教文学の教授をしていたが、今日ではアミスタッド号裁判に関与したことで、最もよく知られている。ギブズは、イエール大学のイエールカレッジに就学し、数学とラテンごとで表彰され、クラスにおける学業優秀者として1858年に卒業した。ギブズは、イエール大学で研究を続け、1863年には、 博士号を取得した。それはアメリカ合衆国における最初の工学博士号だった。その後、ギブズはイエールカレッジ講師となり、2年間はラテン語を、そして1年間は彼が当時自然哲学と呼んでいたものを教えた。1866年、ギブズは研究のためヨーロッパに渡り、パリ、ベルリン、ハイデルベルクで各1年ずつ過ごした。 彼がニューヘイブン地域から離れたのは生涯でほぼこの3年間だけだった。1869年、ギブズはイエール大学に復帰し、1871年に数理物理学教授に任命された。これはアメリカ合衆国における最初の数理物理学教授職だったが、彼が全く論文を発表しないためもあって無給だった。その後、ギブズは 熱力学理論の発展も及び発表に取り組み始めた。1873年、ギブズは熱力学的物理量を幾何学的に表現する方法についての論文を発表した。この論文に感銘を受けたジェームズ・クラーク・マックスウェルは自らの手でギブズの概念を説明する石膏模型を作成したのだった。ついで、ギブズは不均密な物質系の平行について オンザイキリブリアムオブヘタアーアゲニアスサブステ g ンセスという論文を1876年と1878年の2回に分けて発表した。不均一系平行に関するこのギブズ論文が扱っているのは1880年ギブズはメリーランド州ボルチモアに当時新設されたジョンズ・ホプキンス大学から3000ドルの給与で招聘されたが イエール大学側から2000ドルではどうかと提案されると、それで満足したらしく、ニューヘイブンに泊まった。1880年から1884年まで、ギブズは、アイルランドの数学者、ウィリアム・ローワン・ハミルトンが考案した4元数の考え方と、ドイツの数学者、ヘルマン・ギュンター・グラスマンの広ロ,ロン、ギブズは、このベクトル解析を、 数理物理学の目的に沿うようにしている。1882年から1889年までギブズは工学の研究を行い、光の電気理論を新たに作り上げた。ギブズはこの時期に彼のベクトル解析理論を完成している。彼は物質の構成を理論に持ち込むことを意図的に避けており、物質素性の種類によらない一般的な理論を組み立てた。 1889年以降、ギブズは、統計力学の教科書の作成に取り組んだが、これは、イエール大学出版局により1902年に、出版された。ギブズは、生涯結婚せず、彼の姉を及び義兄と暮らした。この義兄は、イエール大学の司書であり、トランザクションス・オブ・ザ・コネティカット・アカデミー・オブ・サイエンシズの出版人でも、あったが、この雑誌に、 ギブズのほとんどの論文が発表されたのだった。ギブズは1903年に亡くなるまでイエール大学に泊まった。1897年には王立協会のフェローに選出された。ギブズが死亡したのはノーベル賞が創設後間もなくのことであり、彼がノーベル賞を得るというようなことはなかった。しかし、ギブズは英国王立協会のコプリメダルを授与されており、これは 科学に関する国際的認知として、当時では最も名誉なことであったとみなされている。ギブズの死後、彼への敬意の一つとして、イエール大学は、J. ウィラード・ギブズ記念理論科学教授職を創設した。ノーベル賞受賞者、ラルス・オンサーガーは、そのイエール大学での経歴のほとんどの期間この職に、あったが、彼が、ギブズと同様、新しい数学上のアイデアを、 物理科学に応用することに何よりも関わったことを思えば、これはオンサー側にとり極めてふさしい職名であった。19世紀中央、米国の大学は科学にほとんど関心を示さず、古典に偏重していたから、ギブズの講義は学生の興味をほとんど引かなかった。彼の業績に興味を持ったのは他の科学者、特にスコットランドの物理学者、 ジェームズ・クラーク・マクスウェルだった。ギブズが論文を発表したのがヨーロッパではあまり読まれていない無名雑誌であったため評価されるようになるのは遅く。ギブズの考えがヨーロッパで広く受け入れられたのは論文がビルヘルム・オストバルトにより書籍の形でドイツ語を訳されアンギル・シャトリエによりフランス語を訳されてからだった。N ・ウィーナーは ギブズが物理学の根本に統計を導入したことを極めて高く評価して、アインシュタインやハイゼンベルクやプランクよりギップズの方にこそ、20世紀物理学の最初の大革命の功績は返せられるべきだと思うと評した。本校主題のジョサイア・ウィラード・ギブズについて、日付順、ありがとうございます。